はい。皆さんこんにちは。海外転売講師の黒沢敦です。今回は実家におりますので、今95歳のばあちゃんが寂しそうにしてたので実家に来ていろと、あのー、構っているんですけれども、この実家からちょっと合間の時間を使って音声に来取らさせていただきたいと思います。よってスマホによる簡易録音になりますので、いつもと音声ちゃうなって思うかもしれないですけれども、もそこら辺ご了承いただければと思います。 今回、二つのキーワード皆さんに覚えていただきたいんです。これは私自身が、物販やっている時だけではなくって、生きている中で非常に大切に,大切にしているキーワードなんですね。一つ目は免疫力、二つ目は対象療法って言葉なんですけれども、どちらも免疫力、対象療法というと、医学だとか、生物学だとか、どちらかというと、バイオロジカルな、この生体反応と言いますか、体の面で考えることが多いと思うんですが、もちろん、 というか、私が話す限りは、マインド面にも共通していることです。要するに、心身ともに、物販やるにしても、そしてビジネスやるにしても、何でもいいんですよ、物販だけじゃなくて、ビジネスやるにしても、何やるにしても、生きていく中で、この免疫力と対象療法っていうワードが非常に重要だと。ざっくりと先に結論申し上げさせていただきますと、結局我々っていうのは、悪いものを 寄せ付けないとか、この世に悪いものはないんだ、みたいな考え方をするよりは、やっぱり道歩いてると嫌な奴っているわけじゃないですか。わざとぶつかってくるやつだとかね。あとは生きていても、なんか情報を仕入れようとして、いろいろネット検索していると、嫌な情報、狡猾な情報、卑屈な情報、ネガティブな情報ってたくさんあるわけじゃないですか。でその時にそれを見て、いや、嫌なものはないんだ、とかね。そういうふうに思って、 うのって現実逃避だと思うんですよ。これ、三輪明宏さんが、そんなことを言っていて、悪いものはないんですとか、悪いものがないって思わなきゃいけないんですよっていう話をしてたのを聞いて、私すごい違和感のつぶつぶ感じて、私の学習塾の同級生で、今は博士の資格を持っていて、高専の先生をやっている、電子工学系の友人がいるんですが、その友人と、 気になってね、その友人に気になってメールをしたんですよ。で、その時のメールのやり取りっていうのが今スマホで録音してるので、スマホでチェックすることができるんですけれども、チェックしてみると、まあどういうやり取りしたかっていうと、三輪明宏さんは結局のところ悪いものはないっていう言い方をしてたわけなんですよね。で、ん それはちゃうんちゃうかなっていうふうに思って、ちゃうんちゃうんっていう。まあ、この友人がね、白紙家庭の友人が、結局のところ奈良出身の人なので <laughs>、そういうやりとりをしてたんですけれども、結局、私が言ったのってどういうことかっていうと、まあ、ちょっと見てみますけれどもね。あの、三脇広曰く、カスの相手をしている時間なんてもったいないでしょ そんな人たちは私の人生には何の傷も与えられないと考える、思える強さを身につけることが大切ですっていう言葉なんですよ。カスの相手してる時間なんてもうもったいない。だからそんな人は私の人生に何の傷も与えられないって思える強さが、強さを身につけることが大切なんですわっておっしゃってたんで、その言葉はん、んって思って聞いたら、 うん、その通りやと思う。事実、小学生の時にいじめられた時は、いじめてくる奴なんかに自分の人生狂わされてたまるもんかって思って生きてきた。だからその通りやなぁとは思うけど、そんな簡単に強くはなれへんし、最近では今現在強くないのに、カス野郎が自爆テロしにやってくる現状で、どうしたらいいんやろうとも思うっていう返信が来たので、私の、 変身に対する変身は確かに、何クソ精神って何クソって思える前提でしか作用しないよね。あと、何の傷も与えられないって意識してる時点で、その人結構傷ついちゃってる説って変身したら、うんせやねん。だからね、傷を与えられないくらい強いではなくって、傷つけられても気にならない状態で痛いなって思うねん。って書いたんで、確かに、無菌質求めるなら免疫力上げればいいじゃん、的な。 っていうやりとりがあったんですね。要するに、我々の発想って、結局のところ、その、何クソ精神っていうのはすごい大切だし、大切なんですよ。ただそれはすごい理想論で、形外的っていうか、すごい理想論なんだけど、現実味を帯びてないと。 カスナ相手してる暇ないから、そんな人は何の傷も私に与えられないんですわって言ってる人って、私が返信で書いたように、もう傷ついちゃってるやんと。ちょっと気にしちゃってるから何の傷も与えられない、何の傷も与えられないって自己暗示一生懸命しようと思ってるけど、それはもう前提条件が間違ってると。で、別に傷つけられるのなんて、それありますよ、生きてる限り。だから、その時に、傷、 ついてないっていうんじゃなくって、その傷を早く感知させる力もしくはそのバイキンが侵入してきても、いや別に免疫力を上げてりゃいいじゃんっていう力が大切なんだってことなんですね。これは物販にしても何にしても言えること。で、ここで対象療法っていう言葉を皆さんに知っていただきたいんですが、我々、現在の医学って対象療法なんですね。 で、対症療法って私ぶっちゃけた話全然信じてないんですよ。要するに、風邪ひきました、熱が出ました、熱冷ましを飲みましょうと。これ対症療法です。だって熱が上がったんだから熱冷ましを飲みましょう。花粉でくしゃみが出ました、鼻水が出ました。じゃあくしゃみと鼻水を止めるお薬出しときますね。これ対症療法です。対症の症は症状の症ですね。で、これは何がおかしいかっていうと、原因を解決してないからです。簡単な話ですね。 なんで風になったら熱が出るのか。それは熱を出すことによって、体温を上げることによって、風邪の菌を死滅させようと思ってる行動に他ならないわけですね。なのに、体は、バイ菌を殺そうと思って熱を上げてるのに、その熱っていうのを殺す熱を殺しちゃってもしゃあないわけじゃないですか。バイ菌を殺さないとしょうがないわけなんでね。 で、今、カチカチ音が聞こえたと思うんですけど、これ二人のお医者さんの名前、まあせか、あから三人目も出しますけど、二人のお医者さんの名前を覚えていただきたくって、ちょっと読み方間違えないように、今ちょっと一瞬で検索したんですけれども、この対象療法がどれだけ無意味かってことについて知りたければ、私の話を聞くよりも、内海悟さん。内海悟さん。まあ、悟って書いて悟るって読むんですが、 小倉らゆずるさん、この二人の YouTube 動画の講演を見た方がいいと思います。講演アップしてる方たくさんいらっしゃいますので、この二人を見た方がいいです。ただし、小倉らゆずるさんの話し方っていうのは、まあ、ちょっとコミカルな感じで話すんですけども、宇つみささんは、なんて言うんでしょうね。なんか、 言い方悪ければ馬鹿にしたような話し方をしてる方なんで、ちょっと、あの、好き嫌いはあるかもしれない。でも好き嫌いあるかもしれないけれども、その話し方じゃなくって、話してる内容に着目していただきたいんですね。とはいえ、私自身も発信者で話してるので、本来は話し方っていうのも、うんもうちょっといい話し方あるんちゃうかなとは思うんですけど、そこら辺のところ、とやがく言ってもしゃあないので、とにかくこの二人が言ってることっていうのは、日本の医者なんて、 まあ、あかんぞと。何やってんのと。対症療法してもしょうがないと。で、実際データで、例えば風邪に関して先ほど申し上げたので、風邪薬を飲んで風邪を治そうとする人と、風邪薬を飲まずに風邪を治そうとする人、これどういうデータが出てるかっていうと、風邪薬を飲んだ人の方が風邪の治りが遅いんですよ。さらに、薬に頼って対症療法で風邪の諸症状を抑えるだけですからね。風邪を 直すんじゃなくて、風邪の諸症状を抑えるって書いてあるじゃないですか。それは医薬品添付文書を見れば見てもわかるんですけど、要するにそんなことを行ってても、体の免疫力の働きを阻害してるわけですから、我々の風邪菌殺し部隊っていうのを阻害してるわけですから、良くないわけですよね。だから、結局のところ薬なんていらん、医者なんていらんって言ってる人なんですよ。 宇津美悟さん自身も医師ですからね。医師が医師や医師はいらんって言ってる。<laughs> 医者は全員バカだまで言ってる人なんですけれども。なので、このお二人の動画を、まあ、講演の動画を見るっていうのがいいんですけど、私それよりもおすすめしたいのが、 これは発信者として話し方とかもね、やっぱり考えて、この人はいいなって思うのが、もう亡くな、2016年に亡くなられましたけれどもね、他界されましたけど、アボトールさんなんですよ。アボトールさんっていうのは医学者なんですけれども、新潟大学の大学院の医師学総合研究所の名誉教授、免疫学の権威の方なんですね。私が今回免疫、 ののの話ををするる際にやっぱりこの人の名前は出さざるを得ない私の中で最強の医学者は誰かって言われればアボトールさんって答えます。私と同じ時代を一時的にも生きていた方で、で、日本人の方で誰が最強かっていうとアボトールさんなんじゃないかなって思います。海外だとパッチアダムスさんとかいろんな方いらっしゃいますけれども、パッチアダムスって、まあニックネームですね。 でも、パッチアダムスさんで、映画化もされたロビン・ウィリアムスさんが、パッチアダムスっていう映画も、ロビン・ウィリアムスさん主演で出てたんで、映画から見ていただいてもいいとは思うんですが、まあ、海外にはそういう人たちはもちろんいらっしゃいます。ただ、日本で私が、じゃあ、尊敬できる人、そして、お会いしたことはないですけれども、話を聞いていて、言ってる内容ってものすごいんですよ。あの、がんの原因解決しました、とかね。結局、 いろんな病気って、すごい簡単でしょっていう話。だから、風邪を防ぎたければ、子供と一緒に手を洗ってる親は未熟ですねっていうのを、なんかその辛辣な感じじゃなくって、コミカルに伝えるんですよ。だから、話してる内容はものすごく、ある種シビアな話。日本の医学界を転覆させるような話なんですよ。だって医学界って、結局医薬品会社との、まあ、 医薬品会,会社の陰謀も何もまあお、お、も、表だってやってるわけですからね。例えば、うつ病なんて定義はないのに、うつ病の薬って言って覚醒剤を飲ませて、その患者っていうのが、どん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 薬漬けになるようにしていくだとか、精神科の人たちは。まあ、おかしいことだらけなんですけど、そういった、その、医薬品会の闇、医学の闇、医学の 我々の冷俗化っていうのに対して真っ向から批判、批判してるってうよりは、真実を淡々と述べてるんですよね。面白おかしく。ちょっと鉛がある方なんで、話してるとすごい愛嬌を感じるんです。だから、公演も皆さんすごいよく笑ってるんですけども、アボさんご自身っていうのは、分かったことをそのまま分かった。癌は解決しましたと。体温めればいいんですよと。 我々っていうのは、ミコトン、ミ、ミト、ミ、ミトコンドリア、ミコトンゴリアじゃなくて <laughs>、ミトコンドリアのこととかで、だから日光に当たればいいんですよとか、体温めればいいんですよとか、そういう話をしてるんですよ。体温めれば病気治ります、がん治りますって。でも抗がん剤打っちゃったら体の体温を34度くらいまで下げるものですから、がんがはびこっちゃいますよ。だから抗がん剤ダメです。で、 ちゃんと研究した結果を淡々と述べてるんですよ。本来、研究者っていうのは事実を述べるものであって、事実を述べる係であって、何かの利権に絡んで事実を歪める人ではないわけですね。でも、多くの人が語用学者って言うんですけれども、何かの利権にマッチするように論文を書き換えて発表してるんですよ。だから、アボさんは数少ないそうじゃない人、本当の科学者ですよね。 科学者というか、まあ本当の医学者か。医学者ですよね。だって自分が研究した、そして本当の研究者はこうであるべき。で、私も物販の世界に関しては、アボトールさんまではいかないとしてもね、結局のところ事実を述べようって思ってるだけなんです。だから私の動画を見て他の人と違うなって言ってくださる方いるんですが、他の人は自分たちの物販がのいいところを話そうっていう前提で、 いいとこばっかり話してるから、事実と乖離したことを話してると。少なくとも、嘘じゃないんだけど、それ確信ついてないよねっていう発言しかしないんですよ。私は自分の海外転売に関して事実を述べてるだけなので、良いど、良いところも話すし、まあ周りの人に悪いって捉えよう、捉えられようが平気で話すわけですよね。 だって、その物販の魅力って良いところもあれば悪いところもあるわけですよ。だって悪いところだって魅力じゃないですか。例えば、私ってそんな背高くないんですよ。でも、私身長180センチなんですなんて言っちゃって、で、例えばですよ、私昔、韓国の、まあ、u b ラブっていうペンパルサイトですね、文通友達探すサイトで、 あの、身長体重とか職業とか登録して、で、メールでの文通友達を探すっていうサイトに登録してて、で、韓国行くたびに一人二人デートしてたんですよ。韓国人の人と。で、その時に私がもし事前に伝えた情報で、身長180センチありますって言ったら、私あったら180センチないですから、えって思われるじゃないですか。結局嘘なんか伝えたって何の意味もないんですよ。だって、物販始める人は実際に物販やるわけですから、 実際、物販やり始めたら言ってることとちゃうやんけってなったら意味ないわけですね。私も嘘つ言って、物販ははね、まあ、あ例えば私はね、身長180センチなんですよ。 って言ったって、顔はジャニーズ系の顔なんですなんて言ったって、あったらそんなんバレるわけですよね。な、バレること言ったってしょうがない。それと同じで、物販だって、海外転売商品登録私簡単ですよってもし言ったとする。商品リサーチなんて誰でもできますよって言ったとする。やってみたらめっちゃ大変ですから。その瞬間私の嘘ってバレるわけじゃないですか。こんなことだから言ってもしゃあない。だから事実を商品リサーチしんどいですって言って。商品登録始めめめちゃくちゃ大変ですって言って,言ってるわけです。でも、 そこで終わらせないんですよ。それだけ言ったら、ただの批判者と同じですからね。アンチマーケティングしてるようなもんじゃないですか。自分で自分のアンチマーケティングをそんな馬鹿らしいことはしないわけで。しんどいけれども、みんなしんどい作業だからこそ、それを慣れていったら、誰も、 要するに自然に商品リターンしんどいからやめる、商品登録しんどいからやめるって言って、勝手に自動的に自然到達されて離脱していった人が到達できない高みにはいけますよっていう言い方をするわけですね。 あとは、商品リサーチに関しても、初めから自分で商標登録はどうだ、リザヤはどうだ。そんなこと考えていったら、商品リサーチ初めからもう辛くて辛くて仕方がない。だから、コンサルティングを受けて、初めは、もう商品のリザヤも気にしなくていい。商品の商標登録がどうたらこうたらなんてことも気にしなくていい。とにかく商品を集めてくださいと。 じゃあ、理財はどうするんだ商標登録はどうするんですかそこは一緒に見ていきましょう。そこは後回しでいいですよっていう解決策もお話ししてるんですよ。要するに、しんどいことだけども乗り越えたら何があるかっていうその先の映像と、しんどいことだからこそ、そこをさらに細分化していって、どういう手順でやっていけばいいかっていう解決策もお伝えすることによって、デメリットもメリットにしていくことができるんですよね。 しっかりと進んでいく人にとっては。だから、それでいいじゃないですか。少なくとも嘘を述べたりとか、嘘を隠していいことだけを言う必要は全くなくって、その考え方っていうのが本来の研究者であり、本来の講師であり、本来の教育者であり、本来のコンサルタントであり、本来の講師であるっていうふうに私は考えているわけなんですね。 話を戻させていただくと、このアボトールさんっていう方が、がん治し、癌解決しましたと。がんの原因分かりましたっていう話し始めて講演を始めるんですよ。もう、心をギュッて掴まれちゃいますよね。そういう話し方したら。うまいんですよ、この方っていうのは。ナチュラルで天性なんでしょうね。 で、話し方がちょっと繰り返しになりますが、ちょっと鉛が入っていて、なんか淡々と話すんだけれども、抑揚が勝手にできている。方言っていうのは抑揚がしっかりしている。少なくとも標準的な、こんにちは、講師の黒沢ですっていうのじゃなくて、 ほな、行きましょうかみたいな感じで、その、奈良出身のその友人もね、なんか非常に話してるとなんか引き込まれちゃうのは、やっぱり方言って素晴らしいなと。で、社会言語学、私日本語教師になる時に学んでたんですが、社会言語学的には、標準語よりも大阪とか京都の方言の方が進んでますから、言語学的に。だってより話しやすくしたわけですから。東北の言葉だって、結局のところ、 寒いところで、どうやって口をなるべく開かずに、口を開くと寒いですから、冷気口の中入ってきますから、どうやって口を開かずに話すことができるかって突き詰めていった結果、それになったわけですからね。決して野蛮なわけじゃないんですよ。それどころか、ある発達した形態の結果であるから、し言語が進化した結果、あの発音になったわけですからね。 っていうこともはいろいろあります。それはさておきですね、この免疫っていうのと、免疫力っていうのと、対象療法について話をしていきたいと思うんですね。例えば、ブッパーの話、ここで噛ませたいと思います。商品を販売していて、星一つついて、辛口のコメントがついたと。低評価がついた。その時に、多くの人っていうのはこういう質問するんですよ。まあ、っていうか、こういう連絡を私にするんですよ。 どうやったらこの低評価のコメントを削除できますかって言われるんですよね。私はそれ聞くと、まあ削除する方法はいくらでもあるんでだ、無理な場合もありますけどね。削除する方法っていくつかあるんで、いくらでもあるので、こうこう,こうすればいいっていう風に述べるんですが、そこで終わらせないんですよ。なぜかといえば、それは対象療法じゃないですか。風邪になった。熱が出たから熱冷ましくださいって言われてるんですよ、私。あげない。げ、あげてもいいけども。 でもそれだけじゃ済まさないですよ、私は講師として。だってそんな対象療法を行ったって、結局その商品ページをまず改善しないと、また同じことが来ますよね。要するに免疫力を高めてあげないと、また風邪ひくだけじゃないですか。だから、もし低評価レビューが出たら、削除する方法はこうだけれども、それよりも重要なことは、なんでその低評価のレビューがついたか、そしてその低評価のレビューが、の内容は何なのか。 そういうレビューをもう二度ともらわないために我々は何をしていけるのか。まあ、あなたは何をしていけるのか。セラーとして何をしていけるのか。説明が不足しているのであれば説明文を追加すると。商品自体に改善点があるのであれば、次出すときはその商品を簡易 OEM したり、OEM を行ったりして、その お客さんが、こりゃあかんって言った点を払拭した商品を提供すればいいわけですね。っていう考え方にならないと、あかんって言ってるわけです。それを多くの人っていうのは分からないと、その分からない点を解決するのであって、なぜその分からない点が出てきたのか、もしくは低評価一つ、なんか自分にとって不都合なことが出てきたら、その不都合なことを対象療法的に解決する方法ばっかり模索しちゃって、で、その原因何なのっていうところまで見てかないんですよ。 だからこの対症療法と免疫力、この二つのワードを覚えてください。 って申し上げましたけど、結局、今回のタイトルもしてますけど、対症療法ではなく、根本的な原因を探る大切さが必要なんです。物販も体調も、向き合い方は同じで、心身ともに免疫力を上げ、ストレスの少ない人生、生き方っていうのを送る必要があるし、そこを目指していく必要がある。ただ、これは非常に難しいことで、結局、日本の医学だってなんだって、我々が常識的に信じていることがおかしいんですから、おかしいことがたくさんあるけど。 そそっっちが正ししいいと思ててる限りそこに対して疑問を感じられないですよね結局のところ。我々っていうのは特に平和ボケしてるなんて言われますけど、まさにそうだと思うんですよ。こうですって言われてること。風邪ひいたからお医者さんに行きましょうと。手洗い、うがいを良くしましょうねと。あと最近だと、あなたはうつ病ですからお薬飲みましょうねって言われて。 薬飲むわけです。その薬っていうのが、うつ病を悪化させる薬にもかかわらず、うつ病の薬を飲んでる意味わかんないですね。結局のところ、うつ病の薬っていうのは、うつ病を治すわけではなく、うつ病を悪化さ,させる、させますよって。これ医薬品添付文書を見てみりゃわかるわけですよ。だから、それを、そのままうのみにしている我々が、じゃあ、物販一つやるにしても、なんか、都合悪いことが起きた。 対症療法しかやろうとしないんですよ。根本的な原因探ろうとしないんです。だから、実績が出続ける人っていうのが、100日100人いないんですよ。物販自体は、しんどいことをしんどいと思うなっていうわけじゃなくて、しんどいことだって、 結局、風邪と同じで、熱が出たしんどいですよね。でもそれって意味があることだっていう感覚を持てないと、我々って成長しないと思うんですよ。風邪が出た熱が出たもう熱が出たから熱を冷まそう。解熱剤飲む。せっかく体が治そうとしてるのに、治さない。 これをビジネス的に言うと、リミッターを超えるって言うんですよ。リミッター超えたから自分の手に負えないから、熱が出た、トラブルが起きた、わかんないことが出てきた。じゃあそのわかんないことをただ解決してくださいっていう係で講師がいると思ったら大間違いで私は今の現代医学的な医者になるつもりはもうとうないんですよ。熱が出たから解熱剤くださいと。腹痛いから腹痛を止める薬くださいと。脂肪肝になったから、 なんかし、脂肪肝感を治す薬くださいと。毛が抜けたから毛生薬くださいと。んなことやっててもしゃあないわけですよ。じゃあなんで毛が生え、毛が抜けるのかって考えると、それは単純な話。毛っていうのは皮膚から進化したものですから、要するに特殊化っていうんですよね。じゃあ特殊化するっていうのはこれ大変なんですよ、体にとって。皮膚が皮膚のままでいるよりも気になる方が大変なんですよ。だから、大変だから毛が抜けるんですよ。 大変だから、特殊化するのが大変だから特殊化をやめるんです、簡単に言えば。特殊化が維持できなくなる。じゃそれなんでかというと、ストレスが出てくるからですよね、例えば。ってことは、根本原因は毛が抜けたからまた戻そうじゃなくて、ストレスなんですよ、ストレス。要するに、リラックスすればいいんです。太陽の光浴びて、ゆっくり休息して、要するに大変だったんですよ。そういう人って、真面目でね。真面目で大変だったから、毛が抜けたんですよ。ストレスで。 歯が抜けるだって同じです。骨から特殊化されて歯ができたわけですから、特殊化を維持できなくなったから歯が抜けるんですね。じゃあなんで特殊化維持できなくなったかっていうと体にとってしんどくなったから。なんでしんどくなったかっていうとストレスなんですよ。だから、ストレスを解決するっていう方向に進んでいかないといけなくって、そのストレスが溜まる状況を維持しながら歯だけ元に戻せとか、髪の毛だけ元のふさふさに戻せなんて、これはなかなか難しいというか無理というか意味がない。 ですよね。免疫力が高くなってないのに、風邪治したってまた風邪引くだけですから。観光編になるとかね、死亡肝になるとか、そういうのも結局原因何なのかって探って、そこ解決しないといけない。物販でも同じです。 結局その人が商品ページをそのクオリティで作り続けている限り、いつまで経っても低評価は何かしらの形で出ると。要するに一つの問題を解決しても、それと同等のレベルの問題っていうのが、次から次へと起こるに決まってるんですよ。だから、常備たあり白紙は座引き寄せの法則。 あザ・シークレットか、引き寄せの法則の DVD の中に登場したジョー・ビタリ博士が、ザ・キーという著作の中で言っているのが単純明快。何かから逃げようと思ってどこかに行っても、その先でまた何かから逃げようとするだけですよっていう言い方をしてる。逃避の先にあるものは別の逃避であると。要するに、何か問題が起きた時に分かんないから教えてくださいと。その問題だけを解決する。 その問題がなんで起きたのか、そしてその問題が起きた時になんで、発ふ塞がりになってしまったのか、袋工事にはまってしまったのかっていう、自分自身の思考回路から直していかないと、結局、その問題から解決していっても、その先でまたこけるだけですよ、と。物販のビジネスにしろ、人生の生き方にしろ、登山に例えるとすれば、小石でこけて、そのまま進んでいっても、また同じくらいの大きさの小石でこけるだけですよ、と。 結局は、なんでその小石でこけたのかと。歩き方とかね、登山であれば、登り方とかに問題があったんじゃないかって考えないと、結局同じ登り方で進んでったって、またちょっと先の小石でこけるじゃないですか。 だから、私はこの後動画でもね、また改めて出すと思うんですが、まず調べない、調べても考えない、考えても選択しない、選択しても行動しない、行動しても集中しない、もしくは行動しても継続しない。この5ステップっていうのを、はじめは分かんないことだらけの物販ですから、調べようにも、焦っているとね、焦燥感に駆られていると、思考回路っていうのが低下します。思考能力っていうのが低下します。ざっくり言っちゃうと、普段よりもバカになっちゃうんですよね。 普段自分が慣れてることを行う時よりも視野が狭まって解決策が見えにくくなる状態ってこれはみんな経営します。だからはじめは、まず調べない、だったらまず調べましょうって言,言,言う、私も言ってましたよ。 言ってましたけども、よく考えてみたら、初めてやることだから、調べようにもどう調べていいかわかんないと。例えば Amazon でエラーメッセージが出たら、そのエラーメッセージをそのままネットの検索枠に入れて、検索ボタンをクリックすれば、もう答えが出てくることが多いんですよ。なぜならば皆さんが今思っている疑問は、 過去の誰かが思ってどっかに問い合わせている疑問であることが多いから。それがヤフー知恵袋だったりするわけですよ。だからすぐ答え出てくること多いけど、じゃあそれ、調べましょうって言っても、それが思い浮かばないって,って状況も大にしてありますから、特に不慣れな作業を行っている時っていうのは、うわーってなってますからね。情動的になってる。情動的っていうのは別に、情動的っていうのは喜びだって、幸せだって情動ですけれども、 その、喜びとか嬉しいとかの情動じゃなくて、低次元の状況で、情動ですね。ウィリアム・オーカート・キンソンが1906年に表した引き寄せの法則。これが原本ですから、これが本来のバイブルですから、このバイブルの中で話していた引き,引き寄せの法則、ウィリアム・オーカート・キンソンで検索してみてください。検索していただくと、そこの本の中で話していた、結局のところ、低次元の自分の情動。 要するに、嫉妬、妬み、癒やしい食欲、癒やしい性欲。そういったものに霊属しちゃいけませんよ、と。ウィリアム・オーカート・キンソンは、心の王国っていう言葉を使ってますけど、心の王国を支配するのは我々であって、低次元の自分、低次元の情動の、低次元の自分ですね。低次元の情動、低次元の自分の奴隷になっちゃいけない。霊属しちゃいけませんよって言ってますけど、そうなっちゃうわけですよ。なっちゃってる状態だと、 調べるにしてもなかなか調べられないと。だから、この5ステップをいきなり自分でやんなさいっていうところコンサルティングの意味なくなっちゃいますから、それを一歩ずつ進んでいくっていう感覚を少なくとも持ってる必要があるわけなんですね。だから、我々っていうのはそこを一歩ずつ乗り越えていくんだよっていう考えに基づいてわからないことを始めなきゃいけない。物販だってなんだってそう。 それを対象療法的に考えるのではなくて、どうやって免疫力を高めていけるんですかと。自分で独立どっプロンセラーとして進んでいけるんですかっていうのを考えなきゃいけないんですよ。だから、最近私ね、バープロテインっていうのをずっと食べてた時期があって、なんでかっていうと、バープロテインは、バープロテインっていう食品は、10g かな。タンパク質が取れるっていうのを、が売りだったので、バープロテインを、 食べてたんですよ。でもそれずーっと食べ続けてた。どんぐらい食べ続けてたかっていうともう、何箱もアマゾンで買って、箱単位でボリボリ、ボリボリ、一時5本も6本だもう食べてたら、体がおかしくなったんですね。な、なんでおかしくなったんだろうって思って、おかしくなったから、お医者さんにこうじゃなくて、おかしくなったってことは何か原因があると。原因なんだろう、食かなと。 じゃあ何かと思ったらバープロテインかなと思って裏面見てみたらびっくりしました。ショートニングが入ってたとトランス脂肪酸ですね。あとはバープロテインって私今ボディビル業界だと結局のところホエイプロテイン乳性プロテインがいいってもうこれは常識なんですよ。ソイプロテイン、大豆プロテインっていうのは実は吸収率がめちゃくちゃ悪いぞって言われたんですがバープロテインにはソイプロテインも入ってたんですね。 で、私にとっては、そういうプロテインが何グラム入っててバ、あの、ホイプロテイン、乳製プロテインがどのぐらい入ってるかって、これ重要なんですが、何対何で入ってるかも書いてなかったし、ショートニングも入ってるし、あとから私の個人的な考え方に基づいた見解ですけれども、軟消化性デキストリンが入ってました。特保のお茶とかによく入ってるやつですね。というか入ってます。理由は簡単で、糖の吸収を穏やかにして、血糖値の急激な上昇を防ぐっていうのが軟消化性デキストリンなんですが、これ、 緩やかにするの糖だけじゃないんですよ。タンパク質も緩やかになっちゃうんです。で、私の場合、プロテインなんで取るかっていうと、筋肉が破壊されますから、筋肉を修復するためになるべく早くプロテインを摂取したいから、プロテインを取るわけですね。トレーニング後に。で、プロテインシェーカーを使って、プロテインパーブダーを飲んでると。 私はアルテミ、アルティメットプロテインライトっていう北島達也さんが監修しているプロテインをいつも飲んでるんですけれども、それもやっぱずっと飲んでると飲み飽きちゃう時があるんですね。その時に、まあちょろっとポリポリってかじ入れるものって何かないかなと思ってバープロテインを買ったんですけれども、プロテインをなるだけ早く体に吸収させたいのに、それを穏やかにする難消化性デキストリンが入ってると。でしかも売りはプロテインバー。 プロテインが取れますって売り飲む食品が、なんで何消化性デキストリー入れとんねんっていうのが自分の中ではちょっとびっくりしちゃって、しかもまあショートニングが入っていて、それによって私っていうのはまあ、ケダルさみたいなものが出てきたっていう。こういうことを自分で考えて進んでいけるようにならなきゃいけないんですよ。結局私少し前の動画で話しました。かっこいい人っていうのはかっこつけてない人。じゃあかっこつけてない人ってどういう人か。 って考えると、体をトレーニングしてる人ですよね。体トレーニングしてるやそこら辺の100円の T シャツ着たってかっこいいわけですから、体形を維持してる人だと。体形を維持してて生き生きと生きている人。じゃあ体形を維持してる人、生き生きと生きてる人って何食、うん、に気を使ってる。じゃあ食に気を使ってる人ってどういう人マインドに気を使ってる。じゃあマインドに気を使ってる人ってどういうことっていうと、結局のところ、自分自身が前向きな 感情を持って具体的に行動し続けている。さらにプラスアルファ申し上げさせていただくと、集中して行っているってことなんですね。行動力ある人って結構いるんですよ、意外と。でも、行動力あっていろんなところに顔を出して、しかも、興味、本位でね、あっち行ったりこっち行ったりしてるから、人付き合いもそれなりにいいと。周りから好かれてる。でもなんであの人経済的には言い方悪いですけど、ずっと血を吐い続けてんのって人いますよね。 なんであんだけ行動力があるのにあの人っていうのは経済的な自由を勝ち得ていないのと、獲得できていないのっていうと、それは集中してないからです。あれやってこれやってこれやってって。全部地に足がついてないんですよ。アマゾンやって、メルカリやって、ヤフオクやって、どれも実績よく出てない状況です。当たり前ですよね。どれも、 しっかりと追求していないから、いつまで経っても地に足がつかないで空中でカサカサしているだけなんです。空中でカサカサしてても推進力は得られないですから。だから実績が出ないっていう状況になってると。今回の話。 いきなり急カーブでまとめさせていただくと、私が今回皆さんにぜひ覚えておいていただきたいのが、対象療法という言葉と免疫力なんですね。我々は物販にしろ、病気にしろ、何にしろ、対象療法ではなくって、免疫力をどうしたら上げられるのか、もしくは何が真実なのかっていうのを常識から疑っていく必要がある。で、常識から疑いましょうっていうとなんかドカンってした話ですけど、別にそんな難しい話ではなくて、食をちゃんとかっこいい人になりたい。 素晴らしい大人になりたい。じゃあそれを追求してったら食に行くわけですから。まあ、筋トレとかに行ってその筋トレを追求してたらじゃあ食生活変えて、変えていこうって話になりますから、食生活に、を変えていこうってなったら食品添加物だとか。あとはそのさっき話した難消化性デキストリンがどうだとか、ショートリングがどうだとかね。 いろんな化学物質がどうだって話になるわけじゃないですか。でしょ、そこを突き詰めていくと結局やっぱ薬とかの話にもなってきますから、私って別にその、常識を疑えるっていうでっかいスローガンを掲げて、それに基づいてなんか調べてたんじゃなくって、もう具体的に一歩ずつ遡っていったら、一歩ずつ遡っていったら医学になって、え、医学こんだけ嘘多いのっていう話になったわけですよ。で、最終的にたどり着いたのがアボトールさんだったわけですね。まあ、アボトールさんであり、その前に、 宇都宮悟さんだとか、大倉ゆずるさんの話とかも聞いたりしてたわけですよね。それは別に、でっかいスローガンのもと、ドガーンって行動したんじゃなくて、やっぱりかっこよくなりたい。もっとモテたいと。簡単に言えばね。もっとモテる、かっこいいやつなりたいと。かっこいい。やっぱり、同じ男の生徒さんにも、あ、黒沢先生かっこいいって言われたい。そう、<laughs> 自分自身も自分のこと考え見たとき、あ、 もうその顔がとかじゃないですよ。私は別にもう整形してジャニーズ系になるつもりはないですから、もうこの顔でいいんですよ。ただ少なくとも顔のむくみとかね、含めて、かっこいい。自分のベストの状況ってどういう状況なのかって追求してたら、体を鍛える。じゃあ体を鍛えるってどうすればいいのかちょっと直生活、直生活突き詰めていったら、あれ結局我々っていろんな嘘がはびこってる中で、嘘じゃないと思っていろんなものを食べたり飲んだりしちゃってると。で追求してったら医学になって、 さらに私は、やっぱりマインド面っていうのは重要で、打つとかそういったものにも興味はありますからね。あと私は教育学。 ですから、教師をしていたとき、あいつは AD ADHD だみたいな多動性症候群だみたいな話だって飛び交ってたわけですから、なんなの多動性症候群っていうのも突き詰めていったら、あんなもの結局、教育者とか医者のただの主観ですからね。っていう話にも至って最終的には免疫力の話になったっていうことです。ぜひぜひ、あの、アボトールで検索していただいて、いろいろと調べていただければなと思います。内見さんとか。 に関しては、まあ、お好きな方であれば調べていただきたい。内海さん、小倉さんに関しては、お好きな方は調べていただければなと思います。最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢淳がお届けいたしました。では、失礼いたします。